お待たせいたしました。明治神宮野球場です。東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズ、このゲームの模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の原樹里、対するドラゴンズの先発は右のロドリゲス、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。スワローズピッチャー交代です。原樹里降板、右の星今日2番手としてマウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。ゲームは後半に入ります。トップバッターは石橋、投げたストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、決まってストライク、追い込んでいます。次は4球目、投げました。見送ってボール。第5球、投げました。内角低めいっぱい、見逃し三振。第9、投げました。初球見送ってストライク。まずは決めてきました。投げた、打った。サード右横のゴロ。オスナ、取った。一塁へ送る。アウト。これでツーアウト、ランナーありません。ランナーはトップに帰って、岡林。第9、投げた。ストライク。いきなり150キロ。第2球、ストライク。これで追い込みました。投球はこれから3球目、ボール。第4球を投げた、引っ張った、頭上を越えた、クリーンヒット、ライトからセカンドへ。岡林ツーベースヒットを放ちました。バッターは2番三俣、今日4度目のバッターボックス。ツーシームはボール。投げた、ストレート決まってストライク。伸びのあるストレート、完全に外れた、ボール。さあ4球目、4球目ストライク。投球これから5球目、打った、引っ張った、ファールボール。第6球を投げた、アウトコース低めいっぱい、見逃し三振。6回の表が終わって3対1、ドラゴンズ現在2点をリードしています。スワローズ大差で勝利しました。本日の試合はスワローズの勝ちでございます。勝利投手ホッシー、敗戦投手ロドリゲスでございます。さて本日のヒーローは山田、今日3打点を挙げる活躍を見せました。本当に今日は大活躍でした。